トレンディーイクメン隊の、つぶやきをホリプロ保育園がお試し館のコーナーでございます。お試し館、はい、こちらはですね、うん、日経トレンディーネットさんとコラボしまして、うん、いろんな子育てグッズをちょっとお試しするというコーナーなんですね、うん、お二人にもちょっとねぜひチェックしていただきたいと思うんですが、まず日経トレンディーの、雑誌がね、1月号現在発売中です。書店でチェックしてください。そして日経トレンディーネット、こちらが、ね、本誌の情報はもちろんのこと、トレンディーネット独自の、トレンドが分かる情報が載ってます。今日ですね、ホリプロ保育園の連載もアップされております。スーパーマーケットミュージアムに行った模様がね、連載アップされてます。チェックしてください。そしてトレンディーイクメン隊のツイッターがこちらです。子育て中の記者さんがツイッターをやってまして、でいろんなこう子育てグッズ、便利なものとかを紹介しているツイッターがあるんでね、皆さんも見てみてください。さあ今日はですね、その、記者さんヨッシーさんがお休み、締め切りということでね、うん、こんなグッズが届きました。船長さん、シスターナナさん、うん、こんにちは。今日は子供を笑顔にする達人がご来園とのことで、コロンブスの積み木をお試しくださいということです。さあこちらがそのコロンブスの積み木ですね。はい、ちょっと見てもらっていいですか。ちょっと見てみましょうね。まあ積み木なんですが、うん、あーごめんなさい、ごめんなさい、あ大丈夫、船長大丈夫です、まあ、いわゆる木の積み木ではなくて、うん、ちょっとこう穴が開いてるのが特徴という。本当だね、変わってるんですよ。でこれどうやって遊ぶかということで、ね、非常にこう考えて作られた積み木なんですって。へえ。なんかまず、まあこれ本当にまずですね、なんて説明すればいいのかな。三種類あるんですよ、積み木に。うん、でこれは子供が、1歳半から使える。本当に低年齢向けの積み木で、うん、こんなのも入ってます。見てください。これ、ただの積み木じゃなくて、ここにはめて遊んだりできる。なるほどね。そうなんですよ。で、はめて、ちょっとじゃあ船長やってもらえますか。こんな感じで。そうです、そうです。パズルみたいに、ここに何が合うかって言って、あとはこの穴に開いてるところに、こう、紐を通して、ちっちゃい子が遊ぶっていう。うん、はい。で、これをですね、こう立てますと、バランス遊びもできる。なるほど。例えばここにやるとゴーッとととみたいな。へえ。じゃあどこに積めばいいのかな。そう、これ OK ですね。なるほどね。こうこうやって積んでいくっていう。へえ。そうなんですよ。なんかね、そうなんです。なんかおお。こうなるんです。こうなっちゃう。はい。へえ。なのでまあ普通のいわゆるね木の積み木とは違って、うん、いろんなこう年齢に合わせて効果的な発育を促すということなんですね。でこれはちなみに 1.5 歳から使える積み木なんですけども、年齢に応じて買い足していけるっていう特徴がありまして、でもっとこれはね9歳まで使えるやつなんですが、こういうものが出てきまして、これね何かというと、ここに問題が貼ってあるんですよ。でこうどうやって置いたらこの影ができるかなってやるんですって。わかります？こうどう積んだらこっちから光を当てたらこの影になるかな、しかもこっちからも光を当てたらどうなるかなっていうのをここで作るんですって。すごくないですかこれ。すごいね。おもろいですよねそうだから9歳まで使えるんですよ。じゃあ夢中になってやり、そうそう、違うね。違う。そう、この上でこうやって作って、うん、この影になるものを、これだね。船長、本気にならなくていいですよ。これお試しですから。お試しですから。はい、お試しか。そうです、お試しかのコーナーですからね。うん、はい。ということで、これね、なかなかそのエコにもいいのかなと。9歳までね、買い足していけば使えるということでですね。皆さんぜひ、このシャオールという会社から出ていますからね、チェックしてみてください。
で、これはですね、船長には渡さずに、うん、私がですね、家に持ち帰って、子供と実際にお試しして、やっぱ子供に試してもらわないと ね、大人がなんやかんやって言ってもしょうがないんで、うん、その、模様はですね、次回のホリプロ保育園、来年になりますね、1月の16日の、ホリプロ保育園オンエア日に日経トレンディネットに掲載されますので、皆さんぜひチェックしてみてください。レベルがあるんだね。そうなの、問題にもレベルがあって、なかなかこう考えたら結構難しいよこれでしょ、これ大人も結構楽しめるね。ね、一緒に遊べるのかなと、シスターなら本気になってるね。さっきからガチャ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  できたすごい。ちょっとここ隙間空いてる、楽しい。そしてシスターなら、あのそのハバネロのお菓子食べたんですね。しばらく痛かった。ハバネロ臭かったのだって。ここが痛かった。なんでチャレンジャーだ。何週間。ちょっと痛かった。はい、ということで今日はですね、シャオールさんのコロンブスの積み木シリーズをご紹介しました。今日はですね、歌う海賊団のね、お二人に来ていただいています。DVD なんかも販売されてますのでね、皆さんぜひホームページチェックしていただければ。まあ、かわいいんです。このキャラクターもなんと船長が描いてるということでね、すごいです。はい、皆さんぜひチェックしてください。さあ、最後はですね、今週のエンジングのコーナーに行きたいと思います。ジング。そうなの、エンジング。これダジャレなんですけどね。はい、かわいらしいですね。お子さんのお写真をご紹介してます。ね、はい、さあ、今日のエンジはこちらです。ザザン。はい、見えるかな。はい、K 君12歳のお写真いただきました、12歳の誕生日に撮った1枚ですと、アメリカのアニメなのかな、フィリアスとファーブに出てくる大好きなカモノハシのキャラクターのケーキでお祝いしましたといただきました。はい、なんかね、今このフィリアスとファーブって人気なんですよね、確かね。そうなんだ。はい、で、ディズニーアドベンチャーに行った時も、このカモノハシのピンバッジを買ってご満悦でしたとメッセージをいただいております。ねえ、いや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 、美味しそうなケーキね。え、いいね。全部自分で食べたのかな。ねえ。はい、12歳ケイ君のお写真をご紹介しました。ありがとうございます。さあ、今日はですね、もうあっという間でした ねねえ、もっともっと話したい。うん、言おうか。いや、言って。私怒られちゃうから。あ、そうだった。栃木県のイベントですからね。そうそうそう。ね、大事な観光大使なんですよね。未来大使ね。未来大使って。うん。まあ。でもこっちのみんなの方が大切だから。もうそんなこと言ってて、言ってくれ。今日お土産持ってきたよ。え、何ですか？新しい、一番新しいステッカー。うわお、すごい。皆さんこれ。新しいできたばっかり。あら、お土産いいんですかこれ。いいよいいよ。え、じゃあジューシーもらったしね。あ、ジューシーもお礼なんだ。じゃあこれあれですかね、番組のじゃあプレゼントにさせていただいて。いいよいいよ、好きなように使ってもらって。あ、本当ですか。うん、あ、わかりました。じゃあ、安田のブログとかでですね、これをどうするかちょっと発表したい。本気で困ってるな、スタッフが。いや、初めてなんですよ、こんな視聴者プレゼントみたいなことは。はい、たまたまだよ。あ、たまたま、ありがとうございます。じゃあ、たまたまのステッカーね、安田美香で検索していただくと、ブログが出ますんで、そこでね、ちょっと発表しますんで、はい、チェックしてみてください、はい、さあ、今日はですね、歌う海賊団の船長、キャプテン、ウッチャルと、シスター、ナナをお迎えしてお届けしました。お二人、今日は、どうでしたか、楽しかったね。楽しかったね。皆さんはどうでしたか。まさか俺様より先にこれ使われると思わなかった。はい、あ、本当にコメントがすごいいっぱい来てて、あんまり読めなかったんで、これね、録画しとくと1週間見られるようになってるんで、うん、コメント必ずチェックしてますんでね。まあ、続きは来年また。あ、また来てくれます。うん、ええ、あ、来年ね、来年ね。じゃあ再来年は来てくれます。再来年、うん、あ、来年だよ。来年。さあ、今日は歌う海賊団の船長キャプテンウッチャルとシスターナナをお迎えしました。はい、次回はですね、来年1月6日、あ、違った、第1週がお休みですので、第3週の木曜日ですね、1月16日のお昼12時から生放送です。皆さんね、良いお年をお迎えください。お二人、今日は本当に
どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。